はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。そういえばですね、気になったことがあって、あの外役っているじゃん、外役プレイヤー。どっからが外役プレイヤーなんだろうね。ちょっとそれ結構考えたことあるんですよ。まあ、ゴール前でこうやってヒップドロップしてゴールさせないっていうのも外役に僕は入ると思うんですけど、ちょっと待ってね、これ焦らなくても大丈夫って書いてるね。ちょっと待って、あっ焦らんでいこう。そう焦らんでいけば大丈夫。オッケーね、キノピコ一緒に行こう。焦んなくていいってキノピコね。ルイジだね。マリオ、ま、投げてくる。絶対投げてきそう。もうヒップドロップしていいかなね。たまにはヒップドロップしていいかな。でもお兄ちゃん優しいね。ほらほら全く何もしてこない。めっちゃ優しいじゃん。あ待って、ほらヒップドロップ全然してこう。普通の人するよね。あめっちゃ優しい。誰この人、マリメ好き。うわ僕は君のことが好きだよ。ほっこれは抜けていきます。うまいさあここで誰かオンオンして、誰かオンオンしてる。これあこれ下からいけそうじゃね。いけそう多分いける。いけねえ誰か頼む、オンオンしてくれ。キノピコこっちじゃダメだよ。ダメだってあのキノピオに全てかけるしかないっぽいな。あキノピオ帰宅せ、変えて変えないかな。こっち来たってダメだって、ダメなんだってもうやり直してくるから、もうみんな待ってて、私変えてくるから。これもさ、あのキノピコ待ってくれてたら買い身じゃない、取るかな。キノピオちょっと待って、オッケーバカめそうやって人を攻撃するからそうなるんだ。負けました。うんそうだね、あとはあのキノピコだけだね。さあ待ってくれるかな、どうなんだろう。オンオフ変えて待ってくれると思う。ちょっとそこらへんがねめっちゃ心配なんだよな。さあオッケー、ゴールしない優しい待って、何この人、うわ神じゃん、うわすげえ、誰、あ最後名前見てみるで、ありがとう、えマジありがとう、いや素晴らしい最高。さあ名前誰でしょうか。キノピコだったね。マッケンユーっていう人、めっちゃ優しかったね。普通だったら撮るよね、ああいう時って。あのこの動画を見てる方もですねいや撮るよみたいなっていう方がいっぱいおると思うんですよ。いやああいう方はねほんと珍しいと思いますね。よしそれじゃあ次のステージやっていきますか。よろしくお願いします。まずさっきの真剣佑さんおったらねなんかちょっと癒されるんですけどね。あこれアイテム取っていこう。なんか多いよ、敵多いよ、なんかやられそう。なんか最近コメントでいただいたんですよ、なんかねあんまり、うんあんまりあれだよ。待ってカットしていい、喋れんなんか喋れん、なんか今日言葉おかしいぞ。なるべくアイテム取ってった方が意外と勝率いいですよみたいな、まあそういうコメントをいただいたんですよ。あの勝ちがなくてもまあ負けが少なくなるみたいな、アイテム取りに行ったことで。ほらほらほらね、こういう感じ、こういうこと、こういうことですか。コメントくれた方、もう一回アイテム取っていきます。オッケー、ちょっと下から行くね、なんか落ちたら嫌なんで下から行きます。多分これ勝てるんじゃね。お曲まあ当たってもいいよ、今デカだからね、あと1回当たれるからね。よしもう1回行く、もう1回取っていく。うわアイテムじゃねえ。いやでもさ、もう1回このまま行こっか、1回急ぎますね。なんか追いつかれそうな予感がする。これは上じゃない、この土管だね、この土管入っていこう。そしてこのまま右、中間ポイントね僕取ってないんですよ。オッケーああ待って、うわあ一回もダメージを受けないでゴール。まあとりあえず一回も当たんなんてことでしょう。オッケーオッケーオッケー、いいよ。ごめんマリーごめん、いやわざとじゃないよ、わざとじゃない、えマリーわざとじゃない。あー待って怒ってらっしゃい。あのキノピオめっちゃ可愛くない、あのアバター、雲に乗ってるアバターめっちゃ可愛くね、つうか。およろしくいい人マリー早すぎマリー早すぎ、あらこれ何、あらあこれどういうこと、うわなんかあるよきっと、これアイテム出てくんじゃないね、クワちゃんそこ多分アイテム出てくるよ。なるほど、多分あれでしょ、あのパウに乗って入る感じでしょ。オッケー、あーごめんごめんマリオぶっ壊しちゃった。待ってルイージ何上見上げてんの。あ僕も見上げます。ルイージルイージ、おオッケーオッケー、これサムネにしたいかもしれない。
まあ、いや、多分そうだよね。みんなそうするよね。みんな入るよね。で、サムネとして使いたいんですけど。あ、してるしてる。みんな上見て。キノピコ上見て。何やってんの、キノピコ。こっち見てって。上見て。お願い。クワちゃん。クワちゃん。クワちゃん、お願い。こうして。4人でサムネ撮りたいんだって。うわー、みんなもう諦めた。いや、まだ大丈夫。諦めてない、マリオは。うわぁ、入りやがった。まあいいか。あの兄弟さ、さっきから強欲なんだよな。こっちはさ、ねえ、あの兄弟もういいじゃんね。あの兄弟さ、なんかゲーム出てるんだから、ルイジマンションとかさ、なんかマリオメーカーとか、もう主役じゃんね。主役出てる。あー、ルイジ出てる。猫欲しい。マジで猫欲しかったね、これ。うわ、ここ猫ないときつくね。あのロケットから得られそうなんだよね。オッケー、これ右行きます。多分ルイジのいい勝負だね、これ。多分左右対称でしょ。オッケー。あ、待って、ちょっとそっちの方が近い。ちょっとなんか1センチぐらい近い、そっちの方がずるい。あ、待って、これ当てます。私これ当て、うーわ、時間無駄、ただの時間無駄。これ、うー、鈴出てよ。あ、待って、これはマリオに気をつけようね。マリオに気をつけよう。あ、やられた。待って、はっ、はい、よっしゃって。 You win or you lose、 あなたは勝つ、それか負けるみたいな感じでしょ。マリオってそういうもんなんだよ。このミンバタはそういうもんなんだよ。じゃあこれは一番上行こっか。お、一番上行きます。青の土管行きます。一番上だね、これ。はじゃあ坂はあんまり。オッケーで、あ、よし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 。うわ、これあれだね、 DA とかあの壁ジャンプがあるコースだったら意外といけたかもしれない。うわ、キノピコめっちゃ速くね。うわ、これはワンチャンあるよ、まだ勝てる。オッケー、ナイス。今のキノコ取りナイス。ここでしゃがや、ほい、はい、うわっ、はっ、はっ、大丈夫、まだ大丈夫。うわ、キノピコが速い。いや違う、キノピオが速い。オッケー、これは抜けるはず。はい、ジャンプ。いや、来た。はい、はい、はっ、かっけー、勝った勝った。いや絶対勝ったね、これ。オッケー、これでラストバトルにしよう。なんかすげえ簡単そうなコースですけど。オッケー。なんかこういうコースって最近めっちゃ勝ちが多い気がするんですよ。まあ、気のせいだと思うんですけどね。ワンチャンあるよ。あのキノピオがやられてくれたら絶対勝てる。うわうわ、負けたかな、これ。どうなんだろう。うわ、邪魔。いいとこいたね、今キノピオ。じゃあね、キノピコか。いや大丈夫、まだ勝てる、まだ勝てるよ。多分ここ敵多いからね。うわ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。